をを中心とししたたクリスマススママテーーにしたアイスショーである全身は2006から2008年に行われた荒川静香が中心となり企画プロデュースしたアイスショーであるが2009から2013の空白を経て2014年から現在の形になっている新横浜スケートセンターで2006年12月20.21日2007年22から24日 2008年12月6日7日に開催。2014年に高橋大輔を中心に再始動。演出は宮本賢治。追加に公演を含む K7 公演は立ち道ケットまで完売した。この他にシークレットゲストとしてニコライ・モロゾフアナベル・モロゾフが親子でペア演技を見せた。第一部は各スケーターのオリジナル演技を中心に第二部は クリス・ハートの歌うクリスマスソングをバックに、クリスマスらしい演技を繋いだ。鳥の演目として、山下達郎のクリスマスイブにのせ、恋人同士を演じた高橋大介浅田真央のコラボレーションに注目が集まる。先週楽のサプライズでは、アコーディオニストコバの演奏で、高橋大輔がバンクーバーオリンピック銅メダル、2010年世界選手権、金メダルを取った SP、 愛を披露。2014年度の公演成功を受け、2015年度は、大阪の波和やドームと神奈川の新横浜、スケートセンターでの公演の拡大が決まっている。神奈川の新横浜スケートセンターにて12月16日から12月18日、計6公演を開催。高橋大輔とステファン・ランビエールのコラボが注目を集める。 神奈川の新横浜スケートセンターにて12月15日から12月17日、計六公演を開催。2017年のショーは、高橋大輔宅でのホームパーティというストーリーコンセプトで行われた。学公演には、クリス・ハートがサプライズ登場し会場を沸かせた。ありがとうございます。